はい、こんにちは、ちちちゃです。今回はこちら4K4LD ゲーミングプロジェクター BenQX3000i お借りしたので使ってみたいと思います。イエイ。重い。これ実はずっと買うか悩んでいた商品で、実際今回お借りできてめちゃくちゃ嬉しいです。これどういったものかと言いますと、その名の通りプロジェクターなんですけど、ゲーミングに適しているプロジェクターなんです。すごくないですか。こちらね、最大 4K60Hz で、1080の場合は 240Hz まで出てしまう、ものすごいゲーミングプロジェクターです。とりあえず今から1週間ぐらいこれでモンスターハンターしたりとか、他のゲームをしたりとか、映画を見たりして、使用感も交えてスペックなどもご説明させていただければなと思います。これね、新しい機材結構気になったものがあったらホイホイ買っちゃうタイプの人間なんですが、二の足を踏んでた理由がありまして、実はこちらのゲーミングプロジェクター、なかなかいいお値段がします。なのでね、さすがに一回使ってみないと手が出せないなと思ってた時にお借りできたんで、本当 YouTube やっててよかったなと思っております。こちら開封したものです。重さは 6.6kg、 なかなかの重量感、かつデザインがめちゃくちゃかっこいいです。こういうの大好きなんですよね。側面に操作ボタンがついておりますが、セットでついてくるコントローラーで操作することもできます。こちらでピントの調整ができます。スクリーンとの距離で自動で大きさを調整してくれるので、あとはこちらでピントを合わすだけなんですよね。そしてこちらから排熱されます。低発熱ながら高速起動なのは、この排熱部分のおかげもあると思います。背面に HDMI などのケーブル類を挿すことができます。まあ後で詳しくご紹介しますが、 4K2160p まで対応しています。もともとスピーカーもついてますが、外部に出力することもできます。ちなみに内蔵スピーカーはトレボロスピーカーという、音質にもこだわって開発されてるステレオスピーカーを搭載しているようです。映画を見たりゲームをするにも向いています。いろいろと外部に出力することもできますが、電源と HDMI だけ接続するだけですぐに始めることができます。HDMI にはパソコンはもちろん、 PlayStation 5、PlayStation 4 Pro、PlayStation 4、PlayStation Slim、Xbox One X、Xbox One S、Nintendo Switch をモニターと同じ感覚でつなげることができます。そしてこちら、QS01HDMI メディアストリーミングセットでついてきます。これを取り付けることによって Android TV が利用できるんですよね。Wi-Fi 5対応の無線 LAN 機能を内蔵しているので、これをセットすればパソコンに接続しなくても X3000i 単体で YouTube や Amazon プライムビデオなどを視聴することができます。何気に便利なんですよね。早速つなげて出力してみました。そうなんです、 X3000i は高度が高いので、スクリーンがなくとも白ければ綺麗に映ります。スクリーンを用意しなくても白い壁さえあれば映るとなると、結構敷居が下がりますよね。映像の投影サイズは X3000i とスクリーンまでの距離で自動で変わります。例えば 2.5 メートルの場合、おそらくこちら100インチぐらいで投影されてると思います。さらに4メートルぐらい離れると150インチとめちゃくちゃ大きく投影してくれるんですよね。逆に小さくしたいのであれば、スクリーンに近づけると小さくもできちゃいます。このあたり好みで微調整ができるのは本当に神です。これだけ大きく映せるということは高いんですが、そこまで高くはないんですよね。今パソコンにつなげてるので当たり前ではあるんですが、普通にブラウジングをしたり YouTube を見たりもできます。もちろん動画編集をすることもできます。 4K モードだと作業領域も広がるので、大きめに投影することで動画編集しやすくなりそうですよね。もちろんパソコンにつないでいない時も Wi-Fi さえつないでおけば YouTube や Amazon プライムを見ることもできます。映像の出力解像度は最大 3480×2160 ドット、つまり 4K です。垂直最大のリフレッシュレートは 240Hz です。ただし 240Hz 表示が可能なのはパソコンと接続した状態のみで、さらに解像度が 1920×1080 ドット、つまりフル HD の場合のみです。
例えばプレイステーション5と接続した場合、リフレッシュレートの上限がフル HD の時に 120Hz まで、 4K の時は 60Hz です。そうなんです、残念ながら 4K120Hz には対応してないんですよ。とは言いますものの、高いリフレッシュレートの表示が重要なモンスターハンターなどの TPS や APEX などの FPS ではフル HD でプレイする場合が多いので、 RPG や映画、動画編集の時は 4K60fps、 アクションではフル HD240Hz と使い分けできるというのもメリットです。ちなみにモンスターハンターをプレイするときに21対9の横長モードにすることもできます。私も見やすいように設定してるんですが、画質の設定も細かくすることができます。さらに明るい、リビング、ゲーム、スポーツ、シネマなどプリセットもあるので、ゲームをするのに迷ったらゲームを選ぶとか、野の草さんにも分かりやすい仕様になってます。気になるのは遅延ですよね。応答速度はこんな感じです。いやー、プロジェクターでこれだけ出るってめちゃめちゃ驚きです。モンスターハンターなら全然問題ない応答速度です。ゲーミングと関するだけあると思います。高レベルの怪異等級クエストにたくさん挑戦しましたが、私は遅延を感じることはありませんでした。さらに任天堂スイッチをつなげてみました。こちらも全然全く問題がありません。普通にモニター代わりに使えちゃいます。2023年1月20日にプレイステーション5やプレイステーション4、Xbox でモンスターハンターライズが発売し、さらに春にはサンブレイクが発売するので、プロジェクターの活躍の場がさらに増えると思います。で、こちらが私一押しの使い方です。あれ、わかります?そうなんです。天井に映しております。仰向けで寝っ転がりながら、モンハンをしたり、YouTube や映画を見たり、動画編集ができちゃうんですよ。これ本当に一生ゲームできちゃいますし、眠くなってもこのまま寝落ちもできるので最高すぎるんですよね。あー眠れないな、うだうだしてる時間もったいないなって時に、うとうとしながらもモンハンをプレイしてそのまま寝落ちみたいなのをめちゃくちゃやりました。ちなみにそういう時は無音でプレイしています。しかも天井に映すと場所も取らないんですよ。このプロジェクター小さく映すこともできるので、そこまで場所は必要ないとはいえ、やっぱり壁を使うとなるとなかなか確保が難しいですよね。なんですが天井って絶対に空いてるので場所問題が解決します。ただ問題点としましては、こちら決して推奨された使い方ではないんですよね。さらに背面にケーブルがついてるので、そのまま床に置くこともできません。低めのアルミラックなどを用意してケーブルが曲がらないようにする必要性があります。あとは天井が白ければいいんですが、白くないのであれば天井にスクリーンを貼る必要性が出てきます。多少問題点はあるとはいえ、これ本当に控えめに言って最高なんでおすすめです。机で寝落ちをしなくなりましたし、座らなくていいんで体にもいいんですよね。ちなみに135度の角度調整機能付きで天井投影が可能なモバイルプロジェクター GV11 というものもあります。こちらゲーミングではないのでフレームレートとかがすごいいいわけではないんですが、現在の Amazon 価格で 59,800円なので、映画だけ見るっていう方や、そんなにフレームレート気にしないよっていう方はこちらでもいいかもしれません。 BenQ プロジェクター1週間使ってみたレポでした。使ってみてやっぱり壁に大きく映せるっていうのは強いなと思いますし、普通ねプロジェクターってどうしてもね映画見るにはいいんですけど、フレームレートが足りないとかいろんな使い方に対応してないとかいろいろあったりするんですけど、今回のはね本当に私が求めていたもの全てが詰まったプロジェクターだなと感じました。でやっぱり壁に映す頻度より天井に映して使う頻度がめちゃめちゃ高いんですよね。もちろん私なので一番使ってたのはモンスターハンター、ひたすら寝ながらモンハンやってました。最初ね寝ながらだから操作が間違ったりとかコントローラー見えないからねやりづらいところあるかなと思ったんですけど、全然一瞬で慣れちゃいました。次に良かったのが映画ですね。ずっとね映画とかアニメとかを寝ながら見てました。ちょうどね月指して何もできなかった時期があったので、その時に本当にお世話になりました。動画編集に関しましては正直言うと私はそんなにしませんでした。
まあ、理由としては私いつも2画面とか3画面とかを使って、でかつフットペダルを使って動画編集するんですよ。なので手だけじゃなく足も使うからどうしても物足りないんですよね。ただ普通に動画編集をするっていう方だと 4K に対応してるんで作業できるスペースももちろん大きいですし、寝ながら編集ってやっぱり腰にもいいので、動画編集長時間する方とかゲームを長時間なさる方とか非常に腰に優しいんじゃないかなと感じました。全然商品関係ないんですけど、私ね3年ぐらい前に座骨神経痛で1ヶ月全く YouTube 活動ができなくなった時期があったので、めちゃめちゃ腰気をつけてるんですけど、これもね相当いい椅子なんですが、もし腰が痛いっていう方は椅子よりも先にベッド変えた方がいいです。ベッドというかマットレス変えた方がいいです。お布団で寝てる方もマットレス引いてお布団引いて寝るみたいな感じにすると結構ね変わると思います。でご自分に合うマットレスっていうのは展示場とかで寝たぐらいじゃ分かんないと思うんで、いろんなねビジネスホテルとか回っていただいて寝心地が良かったなって思うホテルのマットレスの種類を聞いてそれを購入する、それとかそれに近しいものを購入するみたいな感じで選ぶのが一番おすすめです。でいいベッドが入手できたらこのプロジェクターで寝ながらモンハンをやりましょう。そしたら椅子大丈夫ですもんね。とりあえず私はこのプロジェクターを使って寝ながら怪盗球たくさん回したいと思います。ということで今回は BenQ プロジェクターご紹介しました。もちろんお値段としては非常に高価なものではあるんですが、クリスマスもありますしお正月もあるんで、いつも頑張ってる自分へのご褒美に検討してみてもいいんじゃないでしょうか。概要欄に公式サイトや Amazon のリンク貼っておりますので、気になるよっていう方はぜひそちらからチェックしてみてください。またどんどんね機材系の動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。